じゃあなんか長野の名産でも長野の名産でも食べながらします。もうさ前髪がさ伸びちゃって伸びちゃって、だから今日ちょっと配信終わったら断髪式しようと思って、だから今ちょっとね前髪切りやすいようにちょっとやってるんだけど、そう前髪切ろうと思うの。めっちゃ伸びちゃったの。こんなに長いよ。で私意外と前髪切るの上手だから研究生インスタグラム復活なのかな、どうなんだろうね、全く分かんないけど、でも私としては正直研究生の子にはインスタよりツイッターやってほしいなって思っちゃう。え、他のグループでさ研究生でツイッターやってる子っていないの？いない？いないかそんな話をしていたらみはるちゃんがなんか4コマ書いてるよ、かわいい、かわいいみはるちゃんの4コマえ、そう、なんか私は正直研究生にインスタをさせるならツイッターさせた方がいいと思うなって思ってる。そう、もちろんインスタもいいけど、まあ755は確かに私すごいいいと思うの。ファンの方が基本的に見るやつだと思うから、言ってしまえばそんなに多分なんか悪い言い方は良くないけどアンチコメントとか多分そんなに来ないと思うのね、755って。だから研究生の子からすると、アイドルからすれば多分優しいアプリではあるから、私はすごい755は研究生がそうやるのはすごいいいと思うの。ね、775だったらなお良かったね775だったら私やってたなまあそれはどうでもいいんですけど、それでさ、そうだから研究生が755をするの、私すごくそう775をするのはいいと思うんだけど、インスタをやるんだったら多分ツイッターやった方がお仕事的に私もいいんじゃないかなって思ってる。確かにツイッターはいろんな方がからメッセージとか来るから、それなりにちょっとショックなコメントとかも直に届いちゃうことはあるけど、前髪長くないでも多分ツイッターとインスタでじゃあどっちがお仕事の幅広がるかって言ったら絶対ツイッターだと私は思うな。なんでこんなに前髪が長いの？研究生 TikTok やんの？今時。本当にそれ？私全然聞いたことないよ。前髪長い。生きてるからだよ。そうか、生きてるから前髪長いのね。ごもっともだ。でも私は、ね、研究生もいつか Twitter とかさ、できたらいいなって思う。そうなんだ、研究生 TikTok やるんだ。おしゃんやん、おしゃん。私絶対できない。私今の SNS いっぱいいっぱい満足してる。なんならもう私 SNS いいや、もうこれ以上幅広げられない。あ、個人じゃないんだ。無理。私 TikTok 正規メンバーやらないよね。私絶対できないよ。いや、そう、研究生のアカウントとしてか、そっか。ウェイボーって何？流行ってんの？ Facebook、いいね。なんか社会人って感じ。今日も私は1リットルでお水を飲むよ。あー、美味しい。
TikTok できる。でも TikTok こそいいよね、幅を広がると思うな。高級色、あ、そう、高級色はすよ、嘘つけ嘘つけ。ね、早く会いたいね。昨日ずっとね、風強のアニメ1話から23話まで全部見たの。やばくない？感情の起伏激しすぎ。でもあれ、なんか1話が結構22分とかなんですよ。で、22分中5分ぐらいがエンディングとオープニングで、なんならもう15分、17分ぐらいで1本見れちゃうから、まあそれでも結構時間かかりましたけど、さすがに1話が1時間とかだったら見れないけど、15分とかで見れちゃうから、そう、全部見ちゃった。やっぱり花ちゃん出番なかった。基本的にやっぱ私が花ちゃんがどういうタイミングで出るのか、一応映画と原作は読んでるから、そう、花ちゃんがどういうタイミングで出るのかと、まああとはかけるとかハイジと関係性だったり、いろんなこう選手の人柄とかチェックしたんだけど、やっぱ花ちゃんはそんな出てこない。ぶっ通しで見れた。楽しかったです、すごく。え、そんなに、え、そんなに時間かかってないよ、言うて。まあだから皆さんもその原作で、そのなんか、まあ、もちろんね、本を、本とかアニメとか見た方がルールは、ルールというか、まあ物語のあらすじがわかるから、そういうの見たいなって方はぜひ見てください。私は結構言わないでとかそういう方もいらっしゃるし、その方の気持ちもすごいわかるんだけど、私全然ネタバレが平気なの。そう、なんなら知りたくなっちゃう人で、どんどん先を。だから結構最後まで見ちゃった。私みたいな平気だよって方は見てくださいね。あえて見ないで舞台行きます。そうね、あえて見ないで舞台行くのもいいと思う。あんまりネタバレが平気じゃないって方は、まあ、これ箱根駅伝の話、箱根駅伝を目指す学生の話っていう、あの、あれじゃないですか、物語だから、まあ、結果どうなったのかっていうのとかはね、知りたいって方は見なくていいと思う。知ってても、知ってても泣ける。私はすごい好き。舞台から入る人はもうそれで舞台を楽しみにしててください。吉田さんに会いたい。そうだからポスター撮影的な日程的に、ん、ポスター撮影の日程的にまだ多分 1,2 週間は空くから、どうせ今切っても前髪はまたどうせ伸びるから、それだったらもう切っちゃおうと思って、前髪切ることを私は決意した。あ、そうだ、今日ショールームする意味を忘れたわ。そう、明日ね、私と奈良美春ちゃんであのインスタライブデビューするわけですよ。で、そのインスタライブで私たちはまあ一応青森県出身、彼女は青森県出身で、私は長野県出身ということで、この2つは、まあ、リンゴ王国ということですよ。まあちょっと青森の方が全然あれなんです。
すごいんですけど、もうそれは本当長野県民として負けは認めているんですけど、そう。なので私たちはリンゴジュースを飲みながら配信します。なので皆さんもぜひ、それをねもう正式に決めたので2人で話し合って、そう。だから皆さんも別にリンゴジュースじゃなくていいんですけど、好きな飲み物を皆さん用意して乾杯がてらこの配信を見てくれたらなって思います。アップルパイでもいいよ。アップルパイ、そう、アップルパイ買おうかな。そんな感じで、明日は土曜日だから、まあ皆さん乾杯の気分でもいいですし、何でもいいので一緒にのんびり見れたいなって思います。家族の話の時もリンゴジュース飲んで劇場に向かって、マジで意識高い。マジ家族の話再現してほしいな。そうだからみんな見てください、ぜひ。そうだから私実はここ3日間ぐらいずっと家にいて1回も外に出てないんですけど、そう、明日だからリンゴジュースを買いに行こうかな、そのために外出しようかなって思ってる。やばくない？私3日間外出てないの。真面目。食料はあるんです。実はその私のお母さんが東京でご飯を作ってくれて、それを冷凍して送ってきてくれてるんですよ。最近結構 NGT に入りたての頃とかもそうしてもらってたんですけど、そうなの。だから今はそんなに困ってない、ありがたい。自分で作りなさいよ。で自分でさ作るのもいいけどさ、作るって言ってもさ外出しないといけないわけじゃん。そう、食料を買ってこないと作れないわけで、その自力でさそう、それは作ることはできないので、そう、だから今はそんなに困ってない。そうなんだよね、スーパーとかもさ行きたいけどさ、ちょっと行く気になれないな。いや私がちょっとね心配性すぎるのかもしれないけど、なんか舞台があるからね、マジで今超敏感なんですよ。それでさ今一応舞台やるって方向に進んでるのにさ、私がコロナにかかったから舞台中止でさ、させたくないしさ、それが嫌だから。最近使ってないな、全く使ってません。めちゃくちゃ今気をつけてる。マジ誰とも会ってないや。マスクはちゃんと確保してます。で確保してるっていうか外出ないから。そもそもね、だから別にそこまでマスクを頻繁に使わないっていうのが大きいかも。
毎日外出る人だったらマスクすごい大事かもしれないけど、こもりすぎてて、あー前髪がやだね。やけど大丈夫。ウイルスってやっぱインフルエンザのウイルスって生暖かいところが好きみたいなイメージがあるんですよ、私的にね。いや、そういうの聞いたことがあって、インフルエンザとかいろんな生暖かいところを好むって、なんか調べテレビかなんかで聞いたことがあって、そうし、ん？湿気をね、もちろんウイルスによって違うんだけど、多くのウイルスはそういう風に聞いたことがあって、だから最初ね、コロナはこんな寒い新潟でだからすごい湿気があるんですよ思ってたわ、ぶっちゃけ。そういう考えが良くないんだなって思ったけど、そう、最初はね、大丈夫でしょって思ってた。こんな寒い新潟、そう、最初思ってたよね、みんなね。やだわ。でも思うんだけども、まあちょっとコロナって可愛い名前じゃん。最初私聞いた時にえって思っちゃったの。なんかなんだろう、なんだろう、ボンゴレビアンコみたいななんかそういうペスカトーレとかそういうさ、なんか嫌なんだけど、マジでさ、女子って大変。もうさ、2週間も経てば前髪が伸びて、でもさ、男性の方もさ、前髪って髪は伸びるじゃん。どうしてんの？皆さんってどれぐらいにさ、前髪を切ってんの？頻度的に。たまに自分で切る。1ヶ月ぐらい。月1か。私今まで全然髪切ってなくて、3ヶ月に1回ぐらいだったのに、今じゃ1ヶ月に2回ぐらいいってる、前髪カットだけで。マジさ、私だけがさ、こんなにさ髪の毛伸びるの早いんだって思ってたら、全然みんなそうだった。もうなんで私こんなに前髪伸びるの早いのって思ってたの。そしたらメンバーに聞いたら、それが普通だって言われた時ショックだったわ私が今まで女子じゃなかったんだって思った。そう、2週間に1回前髪を切るのは別にそんな珍しいことじゃないですって言われた
エミリンっぽい。エミリン？エミリンってどなた様？私の中学の時の英語の先生のこと？エミリン？中学の時のエミリン、すごい髪の毛金髪だった。ああそう、中学のね、同級生が、そう、中学の同級生が出産しまして、びっくりね、えびっくり。まあびっくりって言ってもさ、まあもう23の年ですから、まあそれでもちょっと早いなと思ったけど、でもまあ別にね、珍しいことではないかな、すごいなって思ったけど、でもまだね、そのうち家建てるやつとか出てくる、やだーやだー。だから確かに家建てるって、そうね、確かにすごいね、家建てる、俺家建てるんだとか言う友達いたら、おい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 って私さ、旦那が家建ててさとか言って、えっとかなっちゃう。いやそう、最近唯一の明るいニュースだよ、友達が親になったっていう。立てるやつは速攻立てるから。そうなんだ、マンション買うやつもいるから、やだーやだー、賃貸でいいじゃんね。すごいなー、みんな長い目で見ると賃貸の方が高い。ああそうなんだ。タワマン買ったとか言い出すやつおるかもな。いや別にさ、わざわざタワマンとか言う必要ないよね。それ言ってくる人いたら私もう無視だわ。え、なんでそれわざわざタワマンって言う必要ある？私だったら責め立てるね。私だったら無視する。メンテナンスコスト考えたら賃貸、どっちがいいんだろうね。でもリアルになんか私も一応あのマイホーム、お父さんが建てたマイホームがあるわけですよ。だけどそれに住んだことが私1年もなくて1回もないの。そうなの、なぜならば西村家転勤族だったから。そうなの、だからそういう多分家庭も絶対あるわけじゃん。そう、今一応おじいちゃんとおばあちゃんが住んでるけど、そうなの、家賃なんぼ？1000万円。嘘つき。転勤族は家ごと引っ越さないと。おいおいおい、家ごと引っ越すってどういうことだよ。ヒカキンさんの家家賃1000万とかでさ、そうか、
キャンピングカーに住む、ちょっと憧れあります。実はキャンピングカーに住むこと、でも私もさ、だからさ、マイホーム建てるかどうかね。何そんな悩みはまだないけどさ。住むところでこれは譲れないのは、なんだろう。それは一軒家ってこと？それはじゃあ例えば将来的に考えて、こういうところを嫌だっていうのはユニットバス、単純に。庭は別に、あ、でも庭欲しいかも。私将来は長野の地元のもうやばい超もう本当に西村さんしか住んでないんじゃないですかってぐらいの田舎で、なんかキノコを栽培することが夢で、私の夢は若い時は東京で働いて、そんなそういう都会とかに行って、でそれがもうある程度落ち着いたら長野に帰って、なんかフルーツとかお米とか育ててたよ。それが夢。田舎 Wi-Fi なくなる。そうなんだよね。私のさ、おじいちゃんとおばあちゃんちも Wi-Fi がなくてさ、本当にそう思うわ。本当に不便だわ。何がいいか。まあ、免許取りやすいよね。なんかさ、免許って絶対ちょっと田舎で取った方が取りやすいところあるじゃないですか、リアルに。そう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 、路上での、そう、何、路上教室って、そう、車少ないから、そうなの。だからお姉ちゃんも大学2年生とかの時に長野のおばあちゃん家の方に行って2、3週間そこにいてこもって免許取ってた。研究生本当に TikTok アカウントできてた。見たいんだけど、でも私 TikTok さ、わかんないんだよね。どうやったら出てくるの？TikTok のアプリをダウンロードしなきゃいけないんだよね、まず。調べよう。そう、歩いてる人が少ないの。いいね、長野帰りたい。長野行きたい。なかなか行く機会ないからね。でも私実は去年昨年度結構長野行ってて、そうなの6回行ってんの実は、昨年度4月から3月で。だからそう、意外と長野に行く昨年度でありました。毎日いるけど。そうなの。何回お仕事で行ったんだ。仕事で行ったらでも3回かな、4回かな行ったんだけど、
そう、プライベートでもいたし、あとちょっとあの噂程度で流れたと思うけど、ボランティアにも実は行かせていただいてまして、研究生と私で。そうなの、そういうのもあって意外と行ってた。そう、日本の中心長野県、そう、もうその通り、日本の中心だから、ね、長野県はガールスカウトで行ったのかと思った。やめてるから、わかんないんだけど、 TikTok NGT48 って出てくる？え、荻野ゆかしか出てこんよわかんない、わかんないよ。そうだよ、長野県は日本の中心だから。そのボランティアに行かせていただいた時に、その私は長野県出身だからってことで行かせていただいたんですけど、ボランティアのおじさんがなんか、いつもお父様にお世話になっておりますって言われてえって思って、どういうことなんだろうと思ったら、お父さんのお仕事の部下だったらしく、めっちゃ仲良くなったわその人とあれだよね、そうお父さんがいつもお世話になっておりますって言ったら、 こっちなんて答えたらいいか分かんないよね。なんかこちらこそっていうのも違うしさ。そうなの、なんて言えばいいの、そういう時、父さんがお世話になっております、おーおーしか言えこちらこそ、こちらこそでいいの、別に私、まあでもそっか、苦しゅうない、苦しゅうないか、そっか、じゃあ次からそういう人に会ったら苦しゅうないってよ苦しゅうない、あ、どうもどうも、苦しゅうないでいいわ苦しゅうないそういうふうに言う、父がお世話になっております、あ、そういう感じか、こちらこそ父がお世話になっております、それか、それだわ、今度それ言うね、じゃあ苦しゅうない、今度そういうふうに言わせていただきますね、メモっとくね、じゃあお父さんの部下の人に会ったら苦しゅうないじゃあだけ、あ、こちらこそ父がお世話になってます、父が、そマジさ、長野県って本当に広いようで狭いからさ、ほんとこの前お父さんと長野のたら、本当に15分ぐらいしか歩いてないのに3人の知り合いたってやばくない、びっくりした、本当にお父さんの15分ぐらいしか歩いてないのに、お父さんが何回も何回もなんか、ああああとか言ってて、えまた知り合いになったのみたいな、びっくりした。でもそう、確かにそれはあの仕事行く時間ではあったんですよ、そのお父さんのそのじゃあこっち方向、仕事場がこっちにあって、こうやってみんな仕事行くじゃないですか、逆にお父さんは私を駅に送るために反対方向ここを歩いてたから、まあすれ違っちゃうんですけど、時間的にも8時とかだったから、そうだから、そうなの、そうじゃん、父がお世話になっております、3回言えたわそうだわ、そう対面式でこうやって
もそういう時マジなんて言ったらいいか分かんないんだよね。私が西村七子でございます。そんな言えないよ。お父さんがそう地主なわけないじゃん。普通の人ですよ。普通のおっちゃんですよ。恥ずかしかった。でもさ、その私がちゃんと挨拶とかしなかったら、そのやじゃん、会社内で西村さんちの娘さん挨拶全然できないですよとか言われるのも嫌だし、だから一応ニコッとしてる予定なんだけど、ね、ニコッとしてるつもりなんだけど。そうやじゃん、西村さんの娘さん苦しゅうないってマジやだ。私がイケメンアイドルの西村奈々子でございます。怒られる。なかなかね、イケメンアイドルってなんだよって話なんだけどね。駅伝アイドルって何なんだろうね。私もちょっとよくわかんないままここまで来ちゃった感じがある。でもさ、なんか何がきっかけなんだろうとかいろいろ考えたら、やっぱさ、原監督と対談したことだよねかなって思う、自分的に考えると。多分あれだよね、原監督と対談した後にあのスポーツ報知さんのお仕事があったんだっけ。その年末じゃなくて月末、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 年末に。そうだよね、ジャイアンツじゃないもんな。かな。あと何がきっかけなんだろうとは思うな。でもね、意外と今はね、やりたいって言ったことが結構すぐに実行できるのがありがたい。麗澤の監督と対談したいって言ったら、それを読んでくださったスポーツ報知さんが、え、本当にスポーツ報知さん、まちょっと噛んじゃった。スポーツ報知さんマジフッカルなの。本当にフットワーク軽くて、なんか私が恋愛でその麗澤の山川監督とお話ししてみたいですって言ったら、次の次の日ぐらいに、その連載が載った次の次の日ぐらいに NGT のその広報の方に連絡が行ってて、なんか西村さん対談します、原監督じゃなくて山川監督と対談しませんかってお話が来てて、えっ、ふっかるふっかるって思った。そうなの、スポーツ報知さんマジふっかる。でもその私が一番最初に3年前4年前にお仕事したスポーツ報知さんの記者の方と、麗澤の時の記者の方は全然別の方なんだけどね。そう、スポーツ報知さんの今回の山川監督との対談を企画してくれたのは太田さんっていう、太田記者っていう、もう箱根駅伝を
一番箱根駅伝で一番有名な記者と言っても過言ではないぐらいの方なんだけど、その方と、実はその方とね、なんか1ヶ月前ぐらいにお会いしたことがあって、そう、文化放送さんのイベントだったんだけど、そこでお話をして、お仕事できたらいいですねみたいな話をいただいたんですけど、ね、感謝だわ。できたらいいですねが早かった、マジで。放置購読するからちょろいなみんな。そう、ちょっと外れます、バイ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 、ありがたいね。文化放送さんは有楽町ですね。中日ファンにとって放置は敵ですので。そうなの？わかんないよ野球のことは。あ、間違えた、浜松町だった、適当なこと言っちゃった。有楽町は違うわ、有楽町はラジオのとこだよね、日本放送だ。日本放送行ったことないんだよね。足腰を鍛えるおすすめの筋トレを教えて。え、なんか最近すごい、箱根とか走ってたランナーたちが、結構そのなんだ、ファンの子たちを喜ばせるためかわかんないけど、結構インスタライブとかされてるから、そういうの見たら、私も昨日見てた。そういうの見るといいと思う。神野さんとかもやってらっしゃるよね。1年生情報全然入らないから、東洋の松山くんだっけ、私はすごい推してる。でもなんか、なんだろう、私の思うのは、ちょっと急に駅伝マニアの話になっちゃうんだけど、1年生誰を注目するかって高校駅伝とか見て決めると思うんですよ。高校駅伝でこの子すごい足が速かったから高校駅伝なんか最近の傾向を見てると、なんかどうしても高校駅伝とか都大路で活躍されてる方が速いのはもちろんだけど、それよりもあんまり高校で意外とエースとかじゃなかった人たちが大学に入ってめちゃくちゃ跳ねてるってパターンが多いから、もうちょっとね、多分ね、待つのがいいと思う、注目選手は。そう、相澤くん早かったけど、別に都大路で1区走ってるわけじゃないし、あれ1区走ってたっけ、そう、まだ、そう大学で見つかるパターンが多いから、伊藤達彦くんとかもそうじゃん。そうなの、意外とまだちょっとね、見つけなくてもいいと思う。
私はそう思うな。大学ですごい、やっぱさ大学ってさ変な話自由だから、あ大学生ごっこするじゃん大学って自由だからさ、多分極端な話めちゃくちゃ練習もできるしめちゃくちゃ休めるって思う。だから本当大変だなって思う。なんか意外とあんまり1年生情報はあんまりまだ探らない方がいいかもって私は思い始めた。意外と2年生とか4年生とかさ注目してたら楽しいかも。でもそこで見つけると子さん名乗れるぞ。そうなの、だから私はもう見つけたからC のシュラック見つけたから私のファンの人が覚えてるよね、C のくんのこと。C のくんが活躍したら子さんブラシいただくわ。サンブルよ、私は。でもあんまりプレッシャーかけちゃうのもあれだから、静かに静かに子サンブルの私は。選手の方にもいろんなパターンがあるからね。小松くんみたいに注目されることでよっしゃ注目されてる頑張ろうってなる人もいるけど結構あれマリナタイプじゃん基本的にみんなさ、なんか注目されたら大丈夫かなとかなっちゃう人がいるから。そう、プレッシャーをねあんまりかけないようにしてます小松くんは乃木坂だからさ、そう活躍したらこそ。駅伝選手は地道な方が、そう地道な方多いね。なんかちょっと変わってる方が多い、いろんな意味で。奈々子さんそうね、褒められると伸びちゃうタイプかもでもなんだろう、褒められたらやったー頑張ろうってなるけど、逆になんだろう、私は怒られて伸びるタイプではないね。だけど、なんだろう、結構自分で自分の中で今までのね、例えばアイドル人生ですごい悔しかったことがあって、博多座の時なんだけど、稽古でやってる時にね、そのやっぱさ他のグループでグループごとにスケジュールがあるから、どうしても全員が集まるその稽古ってないわけですよ。だから誰かがいない時は 役がね、その役の子がいない時は誰かが代理で入ったりするわけですよ。でその時にそのちょっとこの役今日いないから誰か空いてる子入ってくれないかって言われて、で誰も手挙げなかったんですよ。誰も手挙げなかったっていうか、みんなやっぱさ自分の役で精一杯だから大変なんですよ。セリフをまだその時やっぱみんな稽古日数も少ないから、自分の役をやっぱ空いてる時間もやりたいから練習したいから
なかなかその他の役までに周り余裕なんかないわけじゃないですか。だから、まあ、私は余裕ないけど、まあ、皆様に比べたら自分は出番は少ないから、そうだから、じゃあ私やりますって言ったの。そう、みんな結構出番多かったけど、私めっちゃあの博多座来てくださ、来てくださった方わかると思うんですけど、私マジ出番なかったじゃん。そう、だから、そう、散髪屋でやーとか殺されたら私終わっちゃうからやったので、そしたら初めてのこう代理だったし、全然台本も読んだところがないところで、でも一応台本読みながら稽古入るわけですよ。そしたらさ、私ができなさすぎて代理を外されたことがあったの。私それがめっちゃショックで、別にしかも怒られてるとかじゃないの。あー、そっか、でも大変だよね、やっぱいや、西村さん戻っていいよって言われたの。私それがショックすぎて、そう、代理だから別に極端な話うまくなくてもいいわけですよ。まあ、こんな言い方するのは良くないけど、私はそれがめっちゃショックで、あ、もう演技やりたくないって思っちゃって、いや、そうなの、せっかくやるって言ったのに、そう、外されて、私そこがもう悔しくて、絶対に演技上手くなってやるって思ったのを覚えてる。そう、私はなんだろう、怒られてはないんだよ、その時。そう、だから私はね、なんかなんだろう、怒られて伸びるタイプでもないけど、なんだろう、冷たくされることで伸びるのかもしれない、ひょっとしたら。まあ、伸びたのかどうかは分かんないけど、そう、めちゃくちゃ悔しかった。で、それで、ね、そうね、あの時はめちゃ悔しかった。うん。なんだろう。でも確かにね、家族の話でそのアンサンブルの子とかが代理で入ってくれた時全然あったの。なぜかっていうと、もう登山部幽霊部員ばっかだったから。そう、登山部はマジで関係で悪い部員が多すぎて。そうなの。だから本当にコウタと私しかいない時がしょっちゅうあって、いや、だからそうなの、だからあの振動、振動違う、堀之内翼くんと基本大輔はいないわけですよ。だからそのアンサンブルの子が2役やってくれてる時があって、最初の登山部のシーンで大輔の声やったら、急いで堀之内くんの、堀之内くん何役だ、小林くんのセリフ言って、また大好きのセリフ言ってって、そう、二役やってくれて、しかもそれがね、すっごい上手だったの。だからもうアンサンブルの子マジですごいなって思った。それを私はめちゃくちゃ覚えてる。そう、そう、腹痛役のお腹痛い役の人がもう全然なんかね、2つ舞台を並行してて全然来なくて、そうなの。幽霊部員で本当に困ったわ。本当に全然来なくてさ、最後集まったの最後の1週間ぐらいでさ、もうって思ってた。そう、代役って本当に大変だなってそこで思ったし、しかもさ、なんかみんなさ、やっぱり皆さん役者がされている方って絶対に主演を目指してると思うの。そうだけど、こうみんなさ、下積みをずっとやって、バイトとかもずっとさしつつ、
舞台をやって主演を目指してるわけなのに、こんなさ急なさポットでのやつがさ上捨てとかさ主演やっちゃうことに私はすごい最初申し訳ないと思ってた。本当に申し訳ないなと思ってたから、もうマジでもう私は多分でも演技をうまくすることはできないから、もう一生懸命やる姿を見せようって思ってた私はね。そう、結構もうみんなだってさ何十年もさ何十年っていうかもう何年もさ稽古やってるわ、舞台やってるわけじゃん。それでさそんなさ10年舞台やってる人がこんなさ1ヶ月稽古やったそんな3ヶ月ぐらいしか演技やったことのない新人がさ皆様に演技力で勝てるわけがないからさ、私はだからそう、もう私一生懸命やってるんですよ、めっちゃ台本読んでますよっていつもやってたそう、駅伝の知識なら負けねえのに、そんなそんなことないけど、そうなの、ハートハートよハート、そうなの、姿勢で示すしかなかった、あれはできてたのか分かんないけどそう、本当にすごいよ役者の方って、もう本当に演技が好きでって方ばっかりだからすごいなって思うわね。だからさ風強では私多分他のキャストさんよりは駅伝の知識はあると思うの、だからそういった知識でわからないことを聞かれたら答えていける人間であろうと思うんです。常に低姿勢でいることが大事ペーペーに大事なのは常に低姿勢でいること、本当地面についちゃうんじゃないかってぐらいのそう低姿勢で言った、もう本当地面についちゃうくらいでいいの本当にもう一回も顔見せないってぐらいの低姿勢で言った方がいい本当にそう常にそうもうそう土掘っちゃうんじゃないかってぐらい低姿勢で言った方がいい。膝におでこがくっつく、そんなんじゃない、もう地面におでこがくっつくぐらいの勢いで行った方がいいの。そう、それぐらいで行った方があのそんなに周りに害を与えることはないから、そう結構さなんか結構その質問とかでさ日頃生活していく上で何を意識してますかって言われることがあるの。結構笑顔を絶やさないこととか、なんか場を盛り上げることとか、結構いろんなねそれぞれの考えがあると思うけど、私はもうほんと和を乱さないことを常に意識してますそう常に和を乱さず、あんまり人のなんかあと人にあんまり干渉しない、俺かよそう、もう和を乱さないことが一番だから、そう大事ほんと。そう別に和を乱さないようにあんまりその和を乱さないでいるっていうと結構
そんな自分を出していかないとダメだよって言われることあるけど、でも大丈夫だし、もう駅伝で十分自分が出てるから正直もうキャラ立ってると思ってる自分でもそう、もう私結構うるさいぐらいキャラになってると思うからキャラ濃いと思う自分でも、キャラ間に合ってるから大丈夫って思っちゃう。みんなにしつこいって言われてるからそう結構ね、そうなの、そんなね、周りに輪を乱さず意識してたら自分が出ないよっていう意見をいただくこともあるけど、もう私は十分周りに自分はどういう人かと伝えれてると思うから大丈夫だよありがとう、生きて、本当にそう思うわ。どんどんキャラを確立していく奈々子の過程が見えて嬉しかった。本当確立できたかな。今日も可愛い、ありがとう、ありがとう。ということでそろそろ終わりにするね。これから私前髪断髪式を行うんだ。ジョキジョキジョキってことで、ジョキジョキジョキってことでショールーム終わりにしたいと思います。ということで前髪断髪してきます。断髪配信はできない、ちょっと事故りそう。ということでありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。またね、ビフォーアフター、そうね、ビフォーアフターも載せますね。バイバイ、じゃあね、前髪